国鉄70系電車、国鉄70系電車、国鉄70系電車とは、日本国有鉄道、国鉄で運用された、旧系電車形式群の総称である。横須賀線、京阪神観光線、中央東線など通勤と中距離の輸送性格を、合わせ持った、路線用に開発された3、扉セミクロスシート車。 1951年から1958年にかけて中間電動車、モハ70系及び低屋根構造で歯車比の異なるモハ71系、制御車、クハ76系、二等車のサロ46系、後のサロ75系の4系式合計282両が製造された。本系列に類する20立方メートル扉車の心臓計画については、 戦後間もない時期から存在していた。その後計画が整理され、本系列は横須賀線と京阪神観光線への投入が決定。3. 扉セミクロスシート車とされた。本系列の製造開始は80系二次車の登場後だったためくは86系二次車と同様、前面2枚窓の湘南系とされた。車体及び座席のレイアウトは、 戦前型の51系をベースに製造されたことから、3、扉セミクロスシートとされたが、2等車、後の1等車グリーン車は2、扉クロスシートで製造された。また、東海道本線、湘南電車に比較すると乗車距離の短い、横須賀線向けとされたことから、湘南電車80系のサロ85型とは異なり、70系の2等車は、横須賀線在来車の32系。 サロ45型と同様に、デッキ客室との仕切りは未設置とされた。基本的に同一系列のみで編成蘇生することを前提とした80系とは異なり、横須賀線では32系、42系と、京阪神観光線では51系、72系と、中央東線では72系との根結がそれぞれ実施された。 長編成での使用を想定していなかったことやた、系列との根結が前提であったことから編成上の車両数を充足していた三等付随車は製造されていない。初期には床や屋根が木造の半構成車であったが、1954年度には屋根を構成化、さらに1957年度製造の最終グループは全金属化され300番台を不番された。 この他に国電発の全金属車、モハ7001が存在する。全面スタイルの特徴は80系に類似するが、メカニズム面では72系に近い。だが、駅間距離の長い区間での高速運転も考慮して、モハ70系の歯車比はモハ80系、モハ五54型と同一の1、2.56に設定された。以下で解説を行うが、 設計図だけで終了した2.3等号作り車の黒葉75型が計画されていた説も存在する。本系列の期間形式となる座席定員72名の中間電動車。模波71から7 9 7 7零1零1から7 1 1 7 7零1 2零から7 1 2 6 7零3零零から7399の合計141両が、 製造された。窓配置は 2D6D6D2 で、扉間にクロスシートを4組ずつ設置は51、系と共通である。主要機器は以下を参照。さらに、製造年度ごとの変化を以下に示す。1951年の申請当時は、東京、大阪でジャンパ連結機の引き通線の進数が異なっていたため、横須賀線向けを001。 京阪神観光船向けを101体にそれぞれバンダイ区分を実施した。その後に仕様が東西で統一されたためにバンダイ区分の必要がなくなったが、1957年に京阪神観光船に投入された模七7120から7126は、再び100番台の車両番号となった。1952年。 昭和27年に登場した中央東線向けの中間電動車。主電動機や主制御機はモハ70型と同一であるが、モハ70型とは以下の相違点がある。当初製造の17両は窓配置がモハ70型と共通であるが、全金属試作車の7万10001、木造車の後退化改造名義の7万10002から7万1000 新造車の7万1006から7万1017の3タイプに分類される。座席定員60名の制御車。下派7万6001から7万60 6036.76037から7万6051の奇数のみ。 76,052から7 6 0 9 6 7 6 0 9 7千6 0 9 9 7 6 1 0 1 7 6六3 0 0から76,315の合計106両が製造された。区八86型と同様に後くらい、連結面側にトイレを設置するが、奇数車では3位側に、偶数車では4位側に、それぞれ配置することで、 東海道本線でのトイレ位置を海側に統一した。区派76系の年次変化は、ほぼ模派70型と共通であるが以下に示す。定員64名の二等付随者。1951年、1953年、1955年に、合計18両が横須賀線として製造された。通風機は本形式のみ押し込め式である。 二等車であるため車体両端に幅 700mm の客用扉を設置し座席配置はサロ85型やオロ40型と同様の固定式クロスシートを採用後くらい側にトイレと洗面所を設けたことにより窓配置は D8、D1 となったが窓は高さが三等車た形式と同一の二段窓に下物の幅は サロ85型と共通となる 1200mm 大型窓である。製造年次により以下の相違点がある。本形式では座席の布地に化学繊維を多用していることが特徴である。当時はまだ化学繊維が珍しく、鉄道車両における活用も黎明期であったことから、目新しさを強調することを目的に採用したことが伺える。ただし後年に、 従来のモケット張りに変更された。1959年6月1日の車両消防規定改正による改版デサロ75型に変更された。1957年に横須賀線東津市図士間で在日米軍のトラックと衝突して脱線、大破した区派7万6000に出港した復旧工事である。1958年に大井工場。 現、東京総合車両センターで300番台並みの全金属体で復旧し、新番号の区波76,351となった。1951年前期製造者、昭和25年度製造に対して、1959年から1960年にかけて施行した工事で、内容はを以下に示す。全形式実施。 モハ70系、クハ76系、更新修繕工事と同時にモハ70系のうち4両を、低上げか、歯車比の変更改造を施行して、モハ71型に編入した。なお、豊川分工場試行の2両は、武道職で出場し、1961年9月に、スカイロへ変更されている。全金属試作車として製造された、 モハ7万1001に対して1962年に施行された内装を中心にした以下の量産化改造である。横須賀線専用であったサロ75型は地方転出後一等車の需要が減少すること、及びすでに一等車としての設備も見劣りすることから、1965年から1966年にかけて13両にサハ75系、2台に等車。 普通、車への格下げ改造が施行された。なお、サロ75系改造車の車両番号は、種車のものをそのまま承継する。1967年改造の5両は、格下げと同時に、戦闘車化改造を施行。神形式のクハ75型とされた。これらの改造によって、窓割りは DD7D1 となったほか、当初は3扉化する計画と、 形式図が存在する。1969年に中央再戦及び飯田戦で運用されていたサハ75型にラッシュ対策のため三扉化改造を施行したための万代区分である。なお手続き上の都合で改造と改版は同時ではない。1968年の両毛戦電化に際し、不足する戦闘車対策として、 横須賀線の編成に組み込まれていたサロ85型を3扉下の上戦闘車化改造を施行し、神経式の区七77系2台として落成させた。種車の関係で、サロ8 5千3 0改造の区ハ77006の右側窓が加工式、その他は上昇式のほか、これらの改造によって窓割りは DD3D31D となった。 本形式並びに上絶クハ75型は、クハ103から269以降の高運転台車に類似する全面スタイルで、80系のサロ85型やサハパ87型を同様に戦闘車化改造したクハ85型とともに、独特の外観を持つグループなった。各地域の使用状況に応じた以下の改造志向を先行した80系は、 車体塗色を湘南色もしくは関西宮殿色、クリームとマルーンのツートンカラーとして申請され、系列で統一されて運用されたこともあって、塗色バリエーションがごく少ないのにし、70系は多形式と根結されることが前提であったことから、並結する先行形式に合わせ、申請時から多様な塗色が採用された。飯田線で流電編成の中間車として使用された。 サハ75は当初湘南色に塗装されたが、1968年イコスカ色に戻った。常日のように、本系列は、後年になっても様々な塗色に変更された。本校では、新生配置された地区でと、地方転用後に分類して、解説を行う。横須賀専用は、全体の50%強となる157両が、田町電車区。 田町車両センター現、東京総合車両センター、田町センターに、京阪神観光専用は1、4弱である65両が、赤市電車区、現、阿保市総合車両赤市支所、宮原電車区、現、阿保市総合車両所宮原支所、高月電車区、現、阿保市総合車両所高月支所に配置。輸送力増強並びに戦後混乱期に、 両線区に配属された六十三系や旧型車の置き換えにも組みした。中央東専用は1五十二年に十パーセント弱の二十六両が三鷹電車区、現、三鷹車両センターに配置され富士急行への乗り入れや、臨時列車にも充当された。半話専用1五十五年に一八強の三十四両が大鳥電車区、後の根の電車区原 スイタ総合車両所ひねの支所に配置され、同線の特急、後の快速、新快速、急行、後に直行を経て、区間快速を中心に入りされ、従来の半和系電車や52系に代わって、主力車両となった。1951年2月から3月にかけて、モハ70系重量、クハ七76系30両、サロ46型が重量の合計50両が、 落成して、42系と組んで、それまでの主力であった32系の地下絵を開始した。同年秋には、モハ70系32両、区七76系14両、76,031から76,051、うち76,037から76,051は奇数のみ、の合計46両を増備し、一部の区波47、型とサ四48系、 サロ45型を除く32系と、もは42区五58型など42系の一部を置き換え、戦後の横須賀線の主力となった。当時の編成は、基本編成が7両、付属編成が4両もしくは5両。基本編成の中には、サロ2両組み込みとサロ1両の2種類があり、サロ2両組み込み基本編成については、そのうちの1両には、 極力サロ46型とし、洗面所確保について、考慮を図っていた。また、湘南電車のダイソーとして、東海道本線での運用、付属編成や、予備車による高崎線、上越線のスキー林自転車へ投入のか、黒四49系、後のサロ四49系や、ハ二六67型、42系などと蘇生した、伊東線ローカル列車など通常とは異なる運用も、 あった。本系列の増備に伴って、横須賀線のダイヤも整備され、1950年代前半には、ラッシュ時15分、日中30分ヘッドのパターンダイヤが確立した。その後は宅地化による、沿線人口の増加を、はじめ東逗子駅や、開業や横須賀線電車川崎駅停車など、乗客の増加に伴い、増備で輸送力強化を図った。こうして、 順調に輸送力強化に努めてきたが、それでも輸送需要の伸びが旺盛であったことから1959年2月には、終日15分ヘッドを基準ダイヤとしたほか、基本、付属編成を共通の6両編成として、ラッシュ時には日本平結の12両、日中は単独運行の6両での運転を開始した。その一方で、横須賀栗浜間は輸送需要が格段に落ちることから、 日中はも派4 3 5 3系区派7 6系、区派4 7系の二両編成による現行ダイヤにつながる区間列車の運転が開始された。この時点での主な編成パターンを以下に示す。戦前、戦後の横須賀線の主力車両が混在編成であるが、サ派四48型を中間車として蘇生する場合は、広窓流電。 半流十三系同士で連結するなど、編成日を考慮する一方で、四十三系とでは、屋根高さが本系列が百ミリメートル低いことから、高低差が目立った。横須賀専用量数は、京阪神観光線からの転入者も含めて九百六十三年初めには百七十五両に達した。しかし一方で九百六十二年からは、後継者となる百十一系が、 1963年からは出力強化型の113系として本格的な量産始まり、1964年から横須賀線に投入された。本系列地下運営を本格的に開始して、年出された車両は新規電閣間の開業用や客車列車の電車化に投入され転用。横須賀線用車両は1968年までに113系に置き換えられて、 全車転出。横須賀線と同時期の1951年2月から3月に、モハ70型のみが17両廃棄された。塗装が武道色一色であることや51系と、根結支店の輸送力増強が目的であったことから、ジャンパ連結機も、進数が異なる点で100番内に区分された。その後しばらく増備は中断するが、1954年から1957年に、 かけては、区派76型も含めて増備され、昼間時には、以下の基本編成のような4両編成を主体に運用され、ラッシュ時には、京都側に付属編成を連結して運用された。以下の編成は、その一例である。京阪新幹線船運用で特筆すべきは、大用、宮殿、後の快速への投入である。1950年から宮殿に投入された八0 経営は、翌年から左派87型を組み込んで5両編成となり、ラッシュ時20分ヘッド、日中30分ヘッドで運行していた。しかし予備編成は1本しかなく、1952年夏記運用では、日中にそままで延長運転した際に編成数が不足する事態となった。そこで運用に余裕のあったセミクロスシート化改造の区派55型とモハ70型を、 ブドウ色のまま5両編成を蘇生し、客用、ドア横に急行表示の形質と前面への、給電羽根型ヘッドマークを装着して投入した。電動車比率が高いこと、MT3M2T80K 給電は 2M3T のほか、市色が、ブドウ色のままだったため5乗車が、相次ぎ乗客からの苦情も多発したという。同編成は運用終了後には復元されたが、 翌1953年の夏季運用時にも、最後宮殿のスマエンを実施されたために、再投入の際には、前年の半省と秋以降の宮殿増発を考慮し、塗色をマルーンとクリームの関西宮殿色に変更と、ヘッドマークを装着で運行された。この概要編成では、中央客扉は、締め切り扱いと座席の仮設を施行した。 急電職に塗装変更したため5乗車に関する苦情は減ったが、今度は洗面所がないことの苦情が発生したとも言われる。下級運用終了の9月1日からは、急電の終日20分ヘッド化を実施した。このため代用編成は秋以降も運用を続け、1954年4月の新長田駅開業に伴う朝ラッシュ時の高取駅区間延長もあり、 一年以上にわたって投入され続けたが、1954年12月に 80K1 編成が増備され現状復帰された。その後は、ロングシート化の進展に伴って最後まで残っていた、モハ70型が1971年に転出、本地区での運用を終了した。戦前に交付まで電化されていたが、山岳区間となる朝川、現、 高尾伊勢への定期の電車運転は1948年に大月まで乗り入れが開始され、翌年には富士山独電気鉄道川口湖線、現富士急行富士急線川口湖まで乗り入れた。これらの運用に当初はモハ33.3441系の他後には80系も投入されたが、桜木町事故後は京商トンネル内でのパンタグラフ、絶縁距離が見直され、 屋根高さを低く抑えた専用の形式が求められた。応急対策として30系のダブルルーフをシングルルーフに改造して投入したが、その間にも刃71型を改造、新造して、これらの車両を置き換えた。しかし当時の中央東線では、定期運用は川口湖直通列車と一部のローカル列車のみだった。ことから運用には余裕があった。そのためこの、 ヤマスカグループは、電閣間であれば、ほとんどの線区に入線可能といった特性を生かした、降落や、自然科学電車という遠足用をはじめとした、波動団体臨時運用に投入されることも多かった。また、1954年から1956年に、かけて、常磐線電車の有楽町駅乗り入れにより、車両が不足したため断続的に、松戸電車区、現、 松戸車両センターに貸し出されたほか、関西宮殿の80系が、更新修繕で、編成不足となるため、1954年11月から12月にかけて、宮原電車区に貸し出され、中央の客扉を締め切りとして、宮殿運用に投入された。この時の編成を以下に示す。波動運用は1950年代後半に入ると、 減少したが、72系山岳対応車の万二72,850番台と、クハ七79系への増備、前述のモハ70系ハ七71系車の、編入や横須賀専用のクハ七76系の、転入により、1965年には43両まで増加した。モハ七十二系百五十番台や、区波79型を編成中に組み込んだ四両編成で、 運用され、中央東線ローカル列車運用が主とされ、客車列車の電車化に貢献した。これら、ヤマスカグループは、1966年から配置された115系と共に運用を続け、中央東線の電化区間の延伸に伴って、小渕沢まで運用区間を拡大したが、1975年から1976年にかけて、中央東線に、 新生冷房車の115系300番台が投入されたことによって、広島運転所へ転出し、クレ線で運用されることになった。戦前の半和電気鉄道時代から電車による高速運転が常態化していた半和線は、戦時買収施設の中でも、他路線とは一線を隠す存在であった。戦時中の後輩がひどかったことによって、復興には時間がかかったが、 1950年には、京都神戸間の宮殿を80系に置き換えて、捻出された、流殿52系や、半流43系の3連4本により、新設の特急と従来の急行に投入した。これらの車両は利用者から好評であり、特急や急行も増発されていったが、利用者の増加のペースも早く、に扉の転入者は、ラッシュ時の乗降に時間がかかるようになった。また、 買収国電である半和系電車も国鉄型に被見する性能と収容力から依然主力として運用されていたが1950年代に入ると国鉄標準仕様への改造工事を更新修繕と同時に実施していた子から工場入場期間も長くなり車両数は慢性的に不足していたその一方で1五十四年に南海電気鉄道が 南海本線の特急、急行用に、オール転換クロスシートに、扉車の1万1 0 0 1系を投入し、阪和線に対して、質的優位に立った。同時に南海が、当時他の戦時買収施設各社、鶴見銀行鉄道や大梅電気鉄道などとともに、進めていた、戦時買収線の復帰、払い下げ運動や阪和電気鉄道の旧経営陣が、進めていた。 半和電鉄の最高運動を加え、南海本線と比較して、目に見えて、復興の進まない、半和線に対して、苛立ちを覚えた利用者や沿線住民の一部が、同調し、大きな動きに発展する勢いがあった。国鉄としても半和線に対し何らかの目に見える、対策が必要であり、そのために、半和線専用の新車投入を計画した。以上の問題点とラッシュ自体を、乗り心地、 居住性を考慮した結果本系列の投入が決定。半話色4両編成4本計16両が1955年の11月から12月にかけて大鳥電車区へ申請配置され特急、急行運用を心に運用を開始した。第二陣は1957年暮れから1958年初めにかけて300番台が18両投入され、 従来車と合わせて4両編成8本及び2両の合計34両が配置された。この結果、1958年2月には、流電、半流43系が飯田線に転出し、半和線の主力となった7本系列が国連としては、異例な特急、急行のヘッドマークを検出して運用された。1964年までに、 京阪神観光船からの転入者も含めて4両12本の48両にまで増加し、半和系電車や40系などとともに、快速、直行運用を中心に運用を続けた。1965年から天王寺大鳥館で、快速、直行の6両編成での運用が開始されると、和歌山よりに半和系電車や40系の2両編成を増結された。その後、半から、 スカイロイの塗装変更が実施され、1968年からは、半和線初のカルダン駆動車として103系が導入。日中の快速運用は103系に代替されることになるが、70系は直行から解消された区間快速を中心に運用を続けた。1972年3月のダイヤ改正で、半和線にも新快速が設定され、東海道、 山陽海賊の113系冷房改造車が大鳥電車区に転入。103系や本系列も交えた運用の見直しを行った結果、本系列は余剰の8両が長野運転所、現長野総合車両センターに転出。翌1973年10月の関西、本線港町奈良間の電化開業に際して、113系予備車の運用を繁和線、 関西本線の共通運用としたた、ここでも余剰となった本系列12両が長岡運転所、現長岡車両センターに転出。阪和線残存は28両と前世紀の半数近くまで減少した。しかし、40系や72系と組んだ区間快速運用を中心に快速から普通まで運用を続けた。だが、山手線京浜東北。 根岸線からの103系の転入が進むにつれ6連運用は拡大され1976年11月にひねのいなんのホーム有効調4両分の駅について6両分に延長する工事を実施。羽衣支線を除く半和線全域のホームを6両対応とした。この時点で旧型車も含めて天王寺和歌山間の完全6両化を実施。編成外の中で 多くの旧型車が運用を離脱する中、本系列は大半の20両が6両編成で再組成され、本系列単独編成もしくは中間にも波72型を組み込み区間快速を中心に運用された。しかし1977年3月15日に阪和線の新性能化が完了。4月にも波72型と組んでさよなら運転を実施した。 余剰廃車となった4両を除く24両が、福縁線に転出した。地方に転出した、本系列は、新潟地区、新越本線、上越線や、中央再線など、大半の線区では、編成単位で運用されたが、東北、日光線、東海道線、静岡地区や仙石線、飯田線のように一部の中間車のみが配置された地区も、存在する。 1962年の新越本線、長岡新潟間電化開業時に、京阪神観光線からク波68型と共に、転流。車両は、体幹大雪仕様となり、先頭車の前面窓には、デフロスターとク波68型には、正面左上部にク波76型には、正座上部に、あった運行番号表示器の撤去跡と、全面下部に補助台本が装備され、 両者ともにカバーが取り付けられている。その直後の38号節や新潟地震といった災害発生時には電車特有の機動力を発揮し、有効性が証明された。その後も横須賀線と京阪神観光線から区波68型も含む転流が相次ぎ4両または6両固定編成に蘇生されて、最盛期には106両が配置されていた。 当初の新潟長岡間から運用区間も延長され、上越線は高崎まで、新越本線は電下区間の拡大によって、直越から明高高原まで拡大した。特筆すべきは塗装を赤2号と木5号の新潟色に変更された点である。その後も中央再線や半和線から転入してきた本系列のみだけでなく、 中間車用として、サハパチ1 7型が、静岡運転所、現、静岡車両区から転入し、これらの車両も、新潟色に変更された。1972年の上津本線、白新線連化に伴って、運転区間も交流電化区間との境界である、村上まで延長され、北陸本線の一部区間を除く新潟県内の直流電化区間で運用され続けた。 1966年7月の名古屋、水並間電化に伴い、横須賀線と京阪神観光線から、大垣電車区、現大垣車両区に転入してきた、区波68型を含む72両によって、同区間における運用を開始した。同年10月からは、運行区間を、東海道本線、浜松前原間まで拡大。客車列車の電車化に貢献した。 1968年には、所属を新設の新両電車区、現、新両車両区に移管。同年10月のダイヤ改正では、中央再選では、電隔間の延伸によって中津川まで拡大した。中央再選では、基本編成6両、付属編成4両で蘇生されラッシュ時には10両での運転も実施された。また基本編成の中間には、格下げ車の左派75系。 サハ十5型が組み込まれており、これらの車両に、等急帯がなく、後に3扉化されたとはいえ、横須賀線前世紀の雰囲気を漂わせていた。その後は、東海道本線内の運用を80系に、中央再線ラッシュ時の運用の一部を72系に、それぞれ変更で、規模を縮小。余剰車は、新潟や長野に転出となった。 1973年の中央再選、篠ノ井線前線連化では坂下まで、1975年には、渚まで運用区間を延長した。1976年には、新規開通した岡田線に付属編成2本が投入された。1968年の両毛線連化に際し、横須賀線で最後まで運用されていた42両、 九波七十七型六両を含むを四両編成に、組み替えて新前橋電車区、現、高崎車両センターに配置した。1970年の阿賀津線長野原、大前間開業に伴い同線の一部運用も、受け持つことになった。1971年にもは七十系一両が、戦績線に転出した他は大きな動きはない。 1972年3月のダイヤ改正で、阪和線及び中央西線から長野運転所に転入した車両により、新越本線長野地区で運転される普通列車の電車化を実施した。運用区間は軽井沢柏崎間で、同時に投入された80系とは異なり、横系越えには投入されていない。1974年には、 長野運転所への381系造尾に伴って普通列車用の本系列と80系は松本運転所、現松本車両センターに転出となり出入所運用として、篠ノ井線、松本まで運転区間を拡大した。また輸送力増強のため、1975年には潜石線からもは70計算量、1976年には 新潟地区から模波7十型を一両と、区六十八型が二両転入した。電化前のクレーセンの通勤列車は、c 五十九系、c 六十二型といった蒸気機関車が十両近く連結された、スハ三十二系、オハ三十五系を牽引するものであった。電化時に1 v f 十八系牽引の、客車列車は残ったもののローカル列車の主力は八十系であり、 通勤列車は首都圏から転入した72系重量編成で運行された。しかし、72系は確かにラッシュ時の詰め込みは効くものの車内のアコモデーションや居住性は従来の客車列車や同時に投入された80系に比べて大きく劣るものであり、利用者から不満の声が出ていた。一方、中央東線では115系300番台に 置き換えられた本系列であるが、転出先の線区の選定が難航していた。しかし、クレ線通勤電車の72系置き換えに、白羽の矢が立ち投入されることになった。1976年1月から3月にかけて、三鷹カハ社からも派71系全社とカハ76,045.76071の2両を除く18両の合計39両か72系一部とともに、 広島に転入。従来から配置されていたうぐい水路のモハ七72、系の一部と重量編成3本8両編成1本を、蘇生して、こう、暮広島間の通勤列車をはじめ呉線、山陽本線、広島小郡、現、新山口間で運用を開始した。編成単位での転入はなかったものの一部の中間車が転入したケースがある。 宇都宮運転所には1965年にサロ75010が転入。二等車代用として40系の編成に組み込まれたが、翌年には豊橋機関区に転出し、飯田専用となっている。東海道線静岡地区には1965年に、サハ75011が転入。区波47型やサハ48型とともに80系編成に組み込まれたが、後に、 新両電車区に転属し三扉化改造を施行された。飯田線には1966年に左派75型が4両転入。流電編成の中間車に蘇生された。1969年には三扉化改造を施行された。戦石線には1971年に最後まで京阪神観光線に運用されていたモハ70型が3両転入。 通風機の押し込め形への換装や、車体塗装もうぐい水色に変更。同様に以前、京阪神観光船から転入していた、雲波54型、雲波68型と編成を蘇生され、特別快速や、快速を中心に運用された。同年に、両毛線用の模波70型が一両転入するが、1975年に3両が、新越本線長野ローカル用に、 松本運転所に転出。配置は一両のみとなった。本系列の配車は1976年から開始された。1977年には、半話専用として最後まで運用された4両、戦石戦で一両のみ残留していた、モハ70系、三鷹配置で波動輸送用として残留していた、クハ76型モモハ72型と同時に配車となった。以後は、 以下の要領で新生の電車への地下げが進行した。1976年1月から2月にかけての豪雪の際に、新越国境の急行バイク間で本系列が空転を発生させ、多くの普通列車が遅延や運休を余儀なくされた。この事態を有料した当時の長野鉄道管理局が国鉄本社に対して置き換えを要請。 国鉄本社も当時推進していた地方先区近代化の一環として体感大切構造を強化した115系1000番台を松本運転所に投げ1978年1月に一気に置き換えを完了した1977年から115系1000番台への地下ゲを開始していたが1978年3月までに両毛線 あが妻マ船内の運用が置き換えられ、全車廃車。置き換えは大規模なもので、以下の2回に分けて実施された。当初は1978年7月までに置き換え、完了であったが、同年5月に発生した新越本線席や、ま妙高高原間での地滑りと6月の集中豪雨による柏崎駅冠水により計画が遅延した。 同年7月以降は115系の投入も順調に進んだことから8月23日に上級編成によるさよなら運転を実施し新潟地区での運用を終了した1978年7月から新寮電車区に113系2000番台を配置同年10月からは岡田線に投入12月には全車の地下へが完了した 同月17日に、中津川名古屋間でさよなら運転が実施された。クレ線、山陽本線では1978年9月から、広島運転所の2000番内をはじめとした115、軽量機械を開始し、同年12月に営業運転を終了。1978年には、福塩線のみの運用となったが、105系の、 投入によって動線における運用は1981年3月1日に終了。これをもって30年にわたる営業運転の歴史は終了した。一時期もは7万10001が広島工場内において保管されていたが、後に廃車解体されたため保存車両は存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。